腰の使い方やろうと思いますので、左足前下段払い取ってください。足前前屈立ち、逆突きつきます。最後ここに伝わればいいの で、その時引き手も大事、引き手も早く引くことを意識してついてください。足の力を使って腰に伝えて、最後本当に相手に当てるところ、そこに力が集中するように、この回転イメージではなんか足の下から回線なんか螺旋状のをぐるぐるって回して、最後にここにぐるぐるっとここに持っていくような、自分はイメージしてます。それぞれイメージできると思いますけど、それでやってみましょう。はい、行きます。